自衛隊の武力行使と連携した教育訓練の実態から、今回の中東派遣が情報収集にとどまらず、有志連合の他、さらにはアメリカの新たな中東戦争を視野に置いた予備的派遣につながる危険性があるということがよく分かったかと思います。私たちは安倍政権による憲法9条の明文改憲も事実上の改憲も許さず、自衛隊の中東派遣に反対し、派遣中止と閣議決定の撤回を強く求めます。2020年2月20日、自衛隊中東派遣に反対し閣議決定の撤回を求める集会参加者一同。今日は国会開会中のご多忙の中、先ほど永山先生のご報告にもありました通り、安倍政権は国会の関与を逃げ回っているという中で、国会の中で厳しくこの問題について安倍政権を追及している立憲野党の先生方がご参加駆けつけてくださっていますので、ここから連帯のご挨拶を順次いただいていきたいと思います。重複で申し訳ありませんが、まずは共産党の上峯政権衆議院議員と山添拓参議院議員がご参加いただいておりますので、ぜひともご挨拶の方よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。山添参議院議員もご一緒しておりますが、私が衆議院の安保委員会に所属しておりまして、この自衛隊の中東派兵の問題、本当に1回限り、衆議院も3時間、参議院も3時間という大変短い時間で議論に参加してまいりました。今日は山添参議院議員の方が地元ではありますが、そしてお仲間もたくさんいらっしゃると思いますけれども、私が、挨拶をさせていただきます。国会での議論は、先ほど来、ずっとお話聞いておりまして、2015年の安保法制の時に、戦争法が強行されて、そして安倍首相がその時も集団的自衛権の行使の容認する場所としてイラン・ホルムズ海峡を挙げておりましたが、その緊張した国会の議論の中でイラン核合意が成立をしました。当時私もその戦争の特別委員会のメンバーでしたけれども、イランの核合意が出来上がったときに本当に胸をなで下ろしたというか、安心をしたというか、戦争への道を断ち切ることができた、そういうことをつくづく感じたものであります。今回のイランとアメリカの緊張激化は、まさにその核合意をアメリカが一方的に離脱した結果、緊張をした情勢が生まれました。で、安保委員会の中でも聞いたんです、外務大臣にですね、核合意に戻れっていうのが先じゃないかということに対して、イランに対しては核合意に戻ってくれと一生懸命言ってるっていうんですね。しかしアメリカに対しては核合意に戻れっていうことはこれっぽっちもこう言わないわけですね。イランが守ればいいんだというようなことで、非常にですね、もう理性を失った内閣という感じがいたしました。年が明けてソレイマニ軍事司令官が、しかもイラクのバグダッドの空港で爆殺されたときに、これは先制攻撃じゃないかと、海外の要人をですね、無人機でこの殺害する、そういう先制攻撃は許されてないはずだと、日本政府はそれに抗議する立場に立つべきだということも追及をいたしました。政府の答弁は、日本は当事国でないから、
その先制攻撃であるかどうかという判断はできないと言いつつですね、しかしアメリカだって国連にソレイマニ殺害は自衛権の行使だと申し立てているんですよという、そのアメリカがですね、あの事態を自衛権の行使だと言ってるということを強調するわけですよ。で、あんたアメリカのそのあの殺害、アメリカの立場に立って認めるのかって言ったら、いや、そういうわけじゃないんだが、アメリカはしかし自衛権を主張してますよということをですね、アメリカの立場を非常に丁寧に説明する、こんな政府があるかと思いました。先ほどイランのですね、革命防衛隊が自衛官を追尾していたという、私たち日本共産党の国田議員がそれの追及いたしましたが、国田議員の追及はその追尾していたその当日の公開日誌を出してくれということだったんですが、黒塗りで全くですね、何が起こったかわからないような事態でありました。本当に短時間で閣議決定だけでですね、自衛隊を海外に派遣するということは、大変な安倍内閣の軍備拡張が進んでいる事態だと思います。2015年に戻ろうというのはですね、半田さんの話や永山先生のお話聞いて実感をいたしました。2014年に私の沖縄県では女川知事を誕生させるオール沖縄ができて、辺野古に基地は絶対に作らせないという戦いが生まれました。辺野古に自発的に人々が集まってくる状況が2014年沖縄で見られたんですが、2015年には国会の前にですね、本当に人々が自主的に気持ちをですね、戦争法を許すなということで集まってきた。今も国会は本当に法治主義、法治国家が壊れていくということを目の当たりにしている、そういう事態でありますが、一方で野党共闘も力強く進んでおります。まあ、桜の問題でも山添さんも参議院でやりましたが、桜の問題でも野党が共闘しているから、共闘して追及しているから非常に大きな問題になりました。私は沖縄の立場から辺野古に新たな基地は作らせない、大体普天間の危険性の除去の唯一の解決が辺野古に基地を作ることだと言いながら、それを決めたのが96年ですから、2002年には、基地を作って普天間は返されていたはずなんです。そもそも普天間の基地を閉鎖撤去するのに新たな基地を作らなければ、その沖縄県民の要求に応じられないという、この日本政府の政策も失敗だったと、まさにですね、安保60年の中で、先制攻撃なんかも認めるような、そういう日本になっておりますが、一方で、やっぱり野党の共闘や、沖縄のですね、共闘も前進しておりますから、絶対に、私も山添さんも、山添さんは参議院の憲法審査会、私は衆議院の憲法審査会で、私たちの主張は、憲法審査会を動かすなと、改憲につながる審査会を動かすべきではないということで、頑張っておりますが、本当に今日中東派に反対してこれだけの集会を持っていただきました皆さんに改めて、感謝を申し上げるとともに、皆さんからもらったエネルギーで、また安倍内閣追及のために全力を挙げて頑張りたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして